はい、皆さんこんにちは。モアマーチャンネルです。今日の主人公は乙姫エビです。実は先日ね、大きなハサミの方が一本取れてしまったんですよね。突然、事故なのか何なのか脱皮なのかわかんないですけど、片方手がない状態です。お掃除レンジャーの一員ですね。そんな彼は最近、花傘に乗っちゃうの。もうね、おかげでボーボーなポリプがね、縮まっちゃうんですよね。縮まりまくりですね。原因は私が花傘に餌をあげるからなんですよね。ベビーシュリンプをたまに週1回ぐらい花傘に吹きかけるんですけど、すぐに登って食べちゃいますね。結構花笠さんはね、迷惑そうなんですよね。ほらほら、登ってこうやってちっちゃい方の手でね、食べてるんですよ。せっかくあげたベビーシュリンプをね、可愛いからいいんですけどね。食べてますね。で、結構花傘ポリプぐんぐんでいいですね、何かやってるんですかって結構言われるんですけど、特にやってることはないですね。本当にベビーシュリンプを週1回吹きかけてあげることぐらいですかね。花傘サンゴって結構長期飼育が難しいって言いますよね。そんなこともないような気もするんですけど、我が家の花笠はとてもとても元気ですね。モップのようになってます、毎日で。一番ピークにモップになるのが夕方の4時から6時ぐらいですね。本当に綺麗です。子供の頭一つ分ぐらい大きくなりますね。この花傘はですね、我が家のモアモア水槽の中で一番大きいサンゴなので、大事に大事に元気に元気に育てていきたいですね。なるべく長期飼育を目指します。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。